そうね。こんにちは、トリカラチャンネルです。そうね。食欲旺盛、オオカマキリちゃん。おや、この黒い足場は、前回はなかったものですね。はい、またケージを変えました。そうね。前回は、こんな状態でしたけど、ちょうど近所の100円ショップで、プラケが入荷されてまして、速攻でゲット。足場付きの広い個室を、準備したんです。前のケージよりも、広くなりましたね。そうね。濡らした脱脂綿をここに置いて、植木鉢の底に敷くネットを置きました。これで、脱皮中に転んだりすることも、あまりなくなるでしょう。そうね。孵化してから、もう4週間が経過しました。平均気温が25度くらいの室内で、飼育しているのが原因なのか、とても成長が早い気がします。環境が良すぎて、成長するのが早かったら、寿命も、早まってしまったりするのかな。そこは、実際の飼育で確かめたいですね。例えば、うちの茶色米のゴミ虫騙しの成虫って、孵化してから、さらに半年とか生きてますから、環境次第では、むしろ長生きしてくれるかもしれません。3匹のオオカマキリちゃん、今は順調に成長してくれていますが、まだ、雌雄判別を、していません。そっか、いずれ交配のことも、考えていきたいですよね。いやいや、この子らは、同じ親から生まれた子だから、近親交配になっちゃいますよ。そうなると、成虫を採取しに行く必要がありますな。まあ時が来たら、考えましょう。そうね。そうね。そういえば、ハエの繁殖、やってるんだよね。え、はい。ハエの幼虫とかサナギとか、見せてくれないの？見せていいのか、ちょっと迷うレベルに。キモいよ。うちのチャンネル見てる人は、きっと見たいはずだよ。じゃあ、見せちゃうよ。後悔しないでね。